まあ、春は、はい、増田投手と竹熊投手で、竹熊投手から、そうですね、増田につなげという名言が出ましたけれども、本当にそういった1年間でしたね。そうですね。はい。つないでも優勝できませんでした、ね。うん。2位ですから。はい。キャッチ10ゴールで2位使いましたから。いや。悔しいです。悔しいですか。はい。増田投手、どうでしょうか。まあ、今年もまた60試合近い登板になりましたけれども、本当にまあよく、たぶん1年間投げたと思いますけど、いかがだったですか。そうですね。試合数はよく投げたっていう、まあ、去年よりは投げたと思うんで、はい、そこは良かったと思うんですけど、はい、竹山投手どうでしょうか。増田投手のその1年間タフに投げ切る体力というのはいかがですか。ご覧になってて。いや、もうタフとか言えるほど投げてないですね。57試合はまだまだですか。全然ですよ。増田投手持ってすれば何試合まではいけそうな。72ですね。72ですか。はい、増田投手いかがですか。72というプラスで15試合いけたという話がありますけども。そうですね、まあ2年前は投げてるんで、はい、まあ、そういうふうに近づければいいかなとは思いますけど、はい、まあ、佐藤氏どうですか、この竹熊投手の頑張りっていうのは。本当厳しい場面でね、投げて、そして相手の反撃断ち切りますからね。そうですね、そこはいいんですけど、竹熊ももっと投げれると思うんですけどね。竹熊投手も今シーズン58試合、はい、はい、まあ人にもっと投げろって言ってるんですけど、まあ自分もその58なんでね。まあ一試合しか違わなかったっていう。そうですね。そう、違うってどういう。やっぱこう、あの、はい、抹消の期間あったじゃないですか。はい、ありました、ありました。はい。あの時に本当にファームの居心地が良すぎて。目的を見失いしまってしまいそうだった。はい、そうですね。はい。やっぱりこう帰ってくるのにちょっと時間かかってしまいましたね。竹熊投手もっとすれば、増田投手どうですか、何試合ぐらいまで年間いける。80はいけると思うんですけどね。もうかなりの記録になりますね、80試合。そうですね、はい、そこまでね、必死に野球やりたくないですね。はい、まあ、居心地が良いと感じて。いや、本当にもう50ぐらいで1軍に入れればいいかなって。80試合も投げたくないですよ。何億もらっても投げませんよ。本当ですか。はい、5億だったらやらないです。8億だったやんないですよね。3000万だと。いやいや、絶対やんないです。絶対。本当ですか。8億でもですか。そんなまでも80試合を投げたくないです。本当ですか。はい、クローザーで、はい、いろんなプレッシャー感じながらの1年間というのは、増田投手いかがだったですか。本当にこう体調面、そして、まあ、精神的なところいろいろコントロールしながらだと思いますけれども、去年のシーズンよりかはやっぱりきついなとは感じましたね。あ、そうですか。はい、はい、嘘つけという竹熊投手から、はい、ちょっとクレームがつきましたけども、やっぱ前半戦結構苦しんでたんで、やっぱそこがやっぱり、はい、まあ、1年間通してやっぱり振り返ると、まあ去年よりかは厳しいシーズンだったっていうのは感じました。はい、なんか竹熊投手は、あの、増田投手はこう状態の悪い時でも全くそれがこう表情や出ないですよね。うん、そうですね、はい、あんま状態いいとか悪いとか分かんないですよね。まっすぐとスライダーしかないんで。ボールの勢いとか。いや、分かんないですね。なんか良さそうな時もなんかね、はい、サヨナラホームランとか打たれるし、多分、いつもいいんじゃないですか。なるほど。いつもいいと思ってます、ね。いつもいいっす。調子悪いかは分からないです。はい、まっすぐとスライダーしかないから。でも、あの、年間、まあ本当に60試合近く投げますと、本当に、あの、ブルペンの皆さんは、一緒にいる時間が長いですよね。2月から、まあ、10月シーズンまで。そうですね、やっぱり常一緒っすね、はい、やっぱりロッカー帰ってもロッカーも近いですし、はい、ピッチャー陣も、はい、まあずっと1年間振り返るとずっと一緒にいる時間はありますね、はい。竹山さんどうですか。そうですね、家族です。ブルペンは家族ですか。そういや、そんな仲良し恋しやってるわけないじゃないですか。そうですよね。もちろんそこは厳しくちゃんと引っ張ってくださいよ、ちゃんと悪いとこは悪い、ちゃんとリードしてくださいよ。いいでも竹熊投手は野田投手にもいろいろ心構えとかアドバイスされたと。そうですね、はい、増田さんどうですか。そういう竹熊投手の姿ご覧になったりは。でもやっぱ、はい、後輩に面倒見もいいと思うんですよね。やっぱそうやってアドバイスもできますし、はい、まあ、僕も後輩と思われてると思うんでね。学年は増田さんなんか上なんですよね。はい、はい、一つやっぱこうなんか、ええ、これだっていうアドバイス欲しいんですけど、はい、
全然作んないです。マサ投手から。はい、全然引き出しないです。あの、ブルペンで、どうなんですか？お気に入りの球場のブルペンとかってあるもんですか？やっぱあれやんな。ドームとかはやっぱいいっすよね。ドーム。ドーム球場。ヤフオクドーム、札幌ドーム。とか、そうですね。どの辺がいいんですか？なんかこう。気温がちょうどいいっすね、やっぱり。心地よい形で過ごせるので。竹熊さんはどうですか？いろんな球場ありますけども。やっぱあれです。京セラですね。あ、それどういう、あれね。ご飯が美味しい。ご飯が美味しい。はい、お気に入りなんなんですか、はい、お気に入りのプルペンじゃないやん、ね。それ京セラドームのご飯っていうのは、それは野手の皆さんも食べるわけですよね。京セラはそうですね。別にお気に入りのプルペンじゃなくて。京セラコーラあるんですよ。コーラがある。飲みすぎて、はい、多分京セラ、タプタプ時、はい、本当投げれないです。お腹パンパンで、はい、投げれた状態じゃないですよ。それ別に京セラドームのブルペンがとか京セラドームの食事が美味しいとか言ってコーラが嬉しいってことですよね。唐揚げとかポテトとか。あ、なるほど。ジャンクフード好きなんですよ。唐揚げとポテトとコーラが、はい、そうです。竹熊同士も好きなんですね。はい、ジャンカーなんで。ジャンカー。メジャー向きですね。メジャー向きです。そうです、ね。で常食べてるのご飯食べてないです。あ、そうなんですか。そういうチキンとか。でも、はい、シーズン中は僕ダイエット中なのにポテトチップス僕に渡してくるんですよ。私話食います。でもちゃんとあれなんですね。あの、まあ、体のことももちろん考えてね。考えてますよ。ようにダイエット中なのに。お菓子も全然減らしてますし。はい、はい、食べないようにして。食べますけど。食べますけど。量を減らしてますね。はい。まあ、そうやって1年間コンディショニングに気を配りながら頑張ったお二人と。ということになりますけれども、はい、ラジオネーム私のリュックは14番さんです。まだ LINE ポコポコをやっていますか？ LINE のゲームがお好きなんですか？違うんですよ。なんか違うんです、ね、竹がやってて、はい、でやるわってなって、はい、そっからちょっとみんなやりだして、はい、今僕やってんですけど、はい、全然クリアできないんですよ。まさやばい、200回ぐらいやったけどクリアできないって。難しいっす。投手のゲームの腕前はどうなんですか？竹熊投手から見て全然クリアできないって言ってますけども、その僕の質問じゃないんで僕に対して質問じゃないんで僕答えません。竹熊投手はこれ LINE ポコポコ好きだったん、好きなんですね。やってるんです、やってるんです。いやでもその人リュック48番じゃないんで。リュック14番さんですけども、ですけど僕は答えませんだから。一応あの件名お二人に質問ですって書いてあるので、お二人ですから、うんうん、野上さんと竹がやってたんやな。あ、そうなんですか。ずっとやってた。2、3年前からやってたんやろ。もう出た瞬間ぐらいからやってた。いつやるんですか、大体。時間的に。だって、移動の。9回だったら、来るの7回ぐらいじゃないですか。はい。ずっとやってました。試合開始から2時間。はい。そんなことはないですよね。はい。なことはないです。そうっす。竹熊当時もじゃあ初回から5回ぐらいまで。僕そうですね。LINE つむつむですね。つむつむあるから治療なしとか言いますから。ちょっとよろしくないですね。はい。はい、まだ流行ってるということですね。流行ってますけど。続いての方です。竹熊投手へ質問です。シーズン中は寝坊なく過ごされましたでしょうか？トークショーで寝坊で始まった1年でしたが、ファームに行かれたこともあり、朝早い生活もあったと思いますが、大丈夫でしたか？すごいぶっこんできましたね、この人。うん。寝坊しました。寝坊はしましたけど、はいはい、あ、今年シーズンはしてないです。トークショーは何時開始で何時ぐらいに起きちゃったんですか？10時開始ぐらいで、9時半ぐらいに起きましたね。ええ、そうですか、はい。そこはもう諦めることなく頑張って。いや、もう諦めましたけど。ちょっと遅れて行ったんですか？20分ぐらい遅れたかな。よく話途中から加われましたね。やっぱり司会が良かったんですよ、はい、ニュースキャスターってやつ。そうっす、国会ばっか行ってる人っすよ。文化放送斉藤和美さん。斉藤和美ですね。なるほど。マサトシは朝は強いですか？まあ苦手ではないですね。マサトシなんか大丈夫そうですもんね。でも練習日とかはめっちゃ遅いっす、来るの、はい。竹熊としてどうして朝はちょっと苦手かな？アラームかけてなかったり、はい、もうちょっと寝たくなったり。もうちょっと寝たくなったり。寝坊する人は、なんかそれなりの理由があるんですよ。そうですね。だって、はい、する人って常に一緒でしょ。はい。大体。はい。でもシーズン中なかったんですもんね。もうしませんでした。その代わり寝れへんかったもんな。寝なかった。平均睡眠時間も3時間ぐらいでしたね。ああ、病気です。いやいや、興奮して高揚して投げた後とか。いや、そんな興奮するほど野球情熱を持ってない。はい。オフ、楽しみにしてることもありますかって来てますけど。オフですか？はい。野球しなくていいってことじゃないですか。楽しみです。楽しみ。はい。マサ同士はいかがですか？家族とどっか行きたいかなと思いますけど。はい。どちらに？特に。はい。北海道。北海道。寒いだけですよ。いいとこじゃないですか。食べ物は美味しいですし。自慢の美人のお姉さんもいらっしゃるじゃないですか。あの姉さんですか？はい。それは会いましたね。会いました。小説校で。
竹熊投手が赤ちゃん連れた女の人と一緒に歩いてるんで、姉ちゃんですって言うんで、余計ドキッとしてしまって、美人な何人の姉ちゃんにドキッとしてしまう違いますよ、違う、そういう意味じゃないですよ、あの姉ちゃんですって言うんで余計びっくりして、アナウンサーはそういうこと言っちゃうんすか、美人なお姉さんですごく綺麗ですよね、そうですね、はい、では、続いての質問です。フィールドビューで観戦していて、ブルペンを見たら竹熊投手がアゲハチョウを助けていました。虫嫌いな栗山選手もいらっしゃいますが、竹熊さんはこの昆虫までは大丈夫というラインはありますか？ラジオネームゆうりさん、ウィズキャットさん、大田区の方ですけれども、何でも全然助けますよ。あ、助けたんですか？助けました、助けました、助けてって言ってたんですか？邪魔だったんで。マサ投手は昆虫は大丈夫ですか？あんまり好きではないですね。カブトとかああいうの苦手です。カブトムシですか？はい。あ、メスとかもうやばいっす、あれ。あ、見れもできないっすよね。あ、そうです。見ることもできないっす、気持ち悪いっす。竹熊投手どうですか、ラインで言うと。僕車の中にゴキブリ入りました一回。セミも入ったよな。セミも入って、セミも入ってきたんですか？はい。セミ車の中で入って運転中に暴れだしたんですよ。ミミミミミミミ、バシ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 。そう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 。ゴキブリは自分の胸にこう止まったんですよ。ダダダダって歩いてきて、手で取って窓から捨てました。なんとか頑張ったんですか？いや、ゴキブリは僕、北海道ゴキブリいないですよね。だからなんか変な虫かなと思って取ってこうやってプッと投げて、あ、ゴキブリだったかもしれないみたいな、来たなみたいな。ラジオネームおみそさんです。今年は竹熊投手のタオルが発売されました。球場で自分のタオルを掲げている人を見つけた時どんな気持ちでしたか？そして増田投手が竹熊さんのタオルをずっとカバンにつけていましたが、あれは竹熊さんがお願いしたのでしょうか？見ていて微笑ましかったですといただきましたけれど、まずこのタオルどうですか？ご自分のタオルが発売されたっていうのは掲げて、いや、そうですね、はい、やっぱ源田に負けてるなっていう感じが、はい、悔しいですね。源田の量がすごいです。そうですね。3枚買ってくださいって言って3枚掲げてる人おるん？いや、あんまりこう、はい、スタンド見ないようにしてるんで、僕常に生きてる、生活してる、呼吸してる時はスタンドとかあんま見ないんで、スタンドのタオルの量とかちょっと正直すいませんけど分かんないっす。でも嬉しいですよね。それはそうっすよ、そしてあの増田投手が、竹熊投手が不在の時に一緒に戦ってるぞという、はい、見せてくださいました。これはどうですか？いや、全然嬉しいっすよ、それは。日本もちょっとおかしいですけど全然嬉しいですよね全然、いや、全然嬉しくないですよって言おうと思ったんですけど、はい、全然嬉しいですよって しました、はい。これ増田投手やはり、まあ、竹熊投手と共にという気持ちからそうですね、はい、で帰ってきて外したんですよ、はい、本調子じゃないからつけとけって言ってもうちょっと、つけといてくださいと。でそうですね、で、はい、シーズン最後までつけてて今もつけてますけど、あ、これじゃあ、まあ、外すきっかけないですね。ないっすよ、もう、あ、もう本調子にならないんだよねもうやっぱ抹消されてからもうあの時の自分はもういないんでまあ、このオフからそうですね、またキャンプと行って、まあ、そうですね、本調子じゃなかったら多分またつけてもらって、はい、本調子になってたらじゃあなったら外してますね。あ、じゃあファンの皆さんもそれで判断できますね、竹熊投手の調子のバロメーター。でもし開幕してタオルがついてたら、あ、今年は竹熊はもう使えないなよしという目で、あ、はい、明治大のあの子を使おうってなるんで、はい、そういうスタンスで皆さんお願いします、はい、あ、そうですか、はい、ではあの増田投手、はい、はい、まあ、そんな竹熊投手とともにまた、はい、シーズンも頑張ることになると思いますけど、はい、でもここ数年ずっとブルペンをいい雰囲気でできてると思うんで、はい、まあ、これを続けていければ、僕がいれば、僕がいればって言ったらおかしいですけど、いますよ、その中に入れればいいかなと思いますけど、はい、はい、また協力ブルペン陣で、はい、そうですね、僕中継ぎだったら本当に中継ぎだったら頑張ります、はい、来年は先発やりたい。いや、やっぱちょっと僕溢れそうなんで中継ぎで先発の方もいけますよっていうのをちょっとこうアピールしてね、こう、はい、そういう感じで、はい、そういうスタンスで来年は行こうかなと思ってるんで、はい、別に何のこだわりもないです。でも投げない日はブルペン来てくれるんで。あ、そうですよね、うん、行かないっすよ。盛り上がりたいですもんね。また大車輪の活躍を期待してますんで、来年も頑張ってください。よっしゃ。そうそうの時もなんかね、サヨナラホームランとか打たれるし多分いつもいいんじゃないですか。なるほど、いつもいいと思います。いつもいいっす、はい、調子悪いかは分からないっす、はい、まっすぐとスライダーしか投げないからでもあの年間まあ本当に60試合近く投げますと、本当にあのブルペンの皆さんは一緒にいる時間が長いですよね。2月から、まあ、10月シーズンまで。そうですね、やっぱり常一緒ですね、やっぱロッカー帰ってもロッカーも近いですし、はい、ピッチャー陣も、はい、まあずっと1年間振り返るとずっと一緒にいる時間は
ありますね、はい。竹山さんどうですか？そうですね、家族です。ブルペンは家族ですか？そういや、そんな仲良し講師やってるわけないじゃないですか。そうですよね。もちろんそこは厳しくちゃんと引っ張ってくださいよ、ちゃんと悪いとこは悪い、ちゃんとリードしてくださいよ。でも竹くんは当時は野田投手にもいろいろ心構えとかアドバイスされたと。はい、野田さんどうですか、そういう竹くん投手の姿ご覧になったりは。でもやっぱ、はい、後輩に面倒見もいいと思うんですよね。やっぱそうやってアドバイスもできますし、はい、まあ僕も後輩と思われてると思うんでね。学年は野田さんなんか上なんですよね。はい、はい、一つやっぱこうなんかこれだっていうアドバイス欲しいんですけど、はい、全然作んないです。正投手から、はい、全然引き出しないです。あのブルペンでどうなんですか、お気に入りの球場のブルペンとかってあるもんですか？やっぱあれやんな、ドームとかはやっぱいいっすよね。ドーム、ドーム球場、ヤフオクドームとか。そうですね。どの辺がいいんですか？なんかこう気温がちょうどいいっすね、やっぱり心地よい方。まあ、春は、はい、正投手と竹熊投手で、竹熊投手からそうですね、増田につなげという名言が出ましたけど、本当にそういった1年間でしたね。そうですね、はい。つないでも優勝できませんでしたね、うん、2位ですから、はい、キャッチ10オールで2位使いましたから。いや、悔しいです。悔しいですか、はい。松田投手どうでしょうか、まあ、今年もまた60試合近い登板になりましたけれども、本当にまあよくタフに1年間投げたと思いますが、いかがだったですか？そうですね、試合数はよく投げたっていう、まあ、去年よりは投げたと思うんで、はい、そこは良かったと思うんですけど、はい、竹山投手どうでしょうか、増田投手のその1年間タフに投げ切る体力というのはいかがですか、ご覧になってて。いや、もうタフとか言えるほど投げてないですね。57試合はまだまだですか？全然ですよ。あ、増田投手持ってすれば何試合までいけそうな？72ですね。72ですか？はい、はい、増田投手いかがですか、72というプラス15試合いけたという話がありますけども。そうですね、まあ2年前は投げてるんで、はい、まあ、そういうに近づければいいかなとは思いますけど、はい、まあ、佐藤氏どうですか、この竹熊投手の頑張りっていうのは。本当厳しい場面でね、投げて、そして相手の反撃断ち切りますからね。そうですね、そこはいいんですけど、竹熊ももっと投げれると思うんですけどね。竹熊投手も今シーズン58試合、はい、はい、まあ人にもっと投げろって言ってるんですけど、まあ自分もその58なんでね。まあ人試合しか違わなかったっていう、はい、そうです全然。それ違うってどういう？やっぱこうあの、はい、抹消の期間あったじゃないですか。はい、ありましたありました。はい。あの時に本当にファームの居心地が良すぎて。投手のゲームの腕前はどうなんですか？竹熊投手から見て全然クリアできないって言ってますけど。その僕の質問じゃないんで、僕に対して質問じゃないんで僕答えません。竹熊投手はこういうライン、ポコポコ好きだったん、好きなんですね。やってるんです。やってるんです。いやでもその人リュック48番じゃないんで。リュック14番さんですけども。ですけど僕は答えませんだから。一応あの懸命お二人に質問ですって書いてあるので、うん、お二人ですから。野上さんと竹がやってたんやな。あ、そうなんですか。ずっとやってた。2、3年前からやってたんやろ。もう出た瞬間ぐらいからやってた。いつやるんですか大体。時間的に。だって移動の9回だったら来るの7回ぐらいじゃないですか。はい。ずっとやってました。試合開始から2時間。はい。そんなことはないですよね。はい。なことはないです。そうっす。竹熊投手もじゃあ初回から5回ぐらいまで。僕そうですね。ラインつむつむですね。つむつむあるから治療なしとか言いますから。ちょっとよろしくないですね。はい。はい、まだ流行ってるということですね。流行ってますけど。続いての方です。竹熊投手へ質問です。シーズン中は寝坊なく過ごされましたでしょうか。トークショーで寝坊で始まった1年でしたが、ファームに行かれたこともあり朝早い生活もあったと思いますが大丈夫でしたか？すごいぶっ込んできましたねこの人。うん、寝坊しました。寝坊はしましたけど、はいはい、あ、今年シーズンはしてないです。トークショーは何時開始で何時ぐらいに起きちゃったんですか？10時開始ぐらいで9時半ぐらいに起きましたね。そうですか、はい、そこはもう諦めることなく頑張って。いや、もう諦めましたけど。ちょっと遅れていったんですか？20分ぐらい遅れたかな。よく話途中から加われましたね。やっぱり司会が良かったんですよ、はい、ニュースキャスターってやつ。そうっす、国会ばっか行ってる人っすよ。文化放送斉藤克美アナウンサー。目的を見失いしまってしまいそうだった、はい、そうですね、はい、やっぱりこう帰ってくるのにちょっと時間かかってしまいましたね。あ、うん、竹熊投手もっとすれば正人投手どうですか、何試合ぐらいまで年間いける？80はいけると思うんですけどね。かなりの記録になりますね、80試合。そうですね、はい、
そこまでね必死に野球やりたくないですね。はい、まあ、居心地が良いと感じちゃう。いや本当にもう50ぐらいで一軍に入れればいいかなって、80試合も投げたくないっすよ。何億もらっても投げませんよ。本当ですか。はい、5億だったらやんないっす。8億だったらやんないっす。やんないっす。3000万だったら、いやいや絶対やんないっす。絶対。本当ですか。8億でもですか。そんなまでも80試合を投げたくないです。本当ですか。はい、クローザーで、はい、いろんなプレッシャー感じながらの1年間っていうのは、はい、正俊いかがだったですか。本当にこう体調面、そして、まあ、精神的なところをいろいろコントロールしながらだと思いますけれども、去年のシーズンよりかはやっぱりきついなとは感じましたね。あ、そうですか。はい、はい、嘘つけ嘘つけという武隈投手から、はい、ちょっとクレームがつきましたけども、やっぱ前半戦結構苦しんでたんで、やっぱそこがやっぱり、はい、まあ、1年間通してやっぱり振り返ると、まあ去年よりかは厳しいシーズンだったっていうのは感じました。はい、武隈投手、あの増田投手はこう状態の悪い時でも全くそれがこう表情や出ないですよね。うん、そうですね、あんま状態いいとか悪いとか、はい、分かんないですよね。まっすぐとスライダーしかないんで。いや、ボールの勢いとか、いや分かんないですね。なんか良さそうですね。過ごしてるので、まあ、武隈さんはどうですか。いろんな球場ありますけども、やっぱあれです、京セラですね。あ、それはどういうあれで、ご飯が美味しい。ご飯が美味しい。はい、お気に入りなんなんですか。はい、お気に入りのプルペンじゃないやもん。あの、それ京セラドームのご飯っていうのは、それは野手の皆さんも食べるわけですよね。京セラ、そうですね。別にお気に入りのプルペンじゃなくて、京セラコーラあるんですよ。コーラがある。飲みすぎて、はい、あの多分京セラタプタプ時、はい、本当投げれないです。お腹パンパンで、はい、投げれた状態じゃないですよ。それ別に京セラドームのブルペンがとか、京セラドームの食事が美味しいとか言って、コーラが嬉しいってことですよね。唐揚げとかポテトとか。あ、なるほど。ジャンクフード好きなんですよ。唐揚げとポテトとコーラが、そうっす。竹熊同士も好きなんですね。はい、ジャンカーなんで。ジャンカー。メジャー向きっすね。メジャー向きっす。そうですね。で、常食べてるの、ご飯食べてないっす。あ、そうなんですか。そういうチキンとか。でも、はい、シーズン中は僕、ダイエット中なのに、ポテトチップス僕に渡してくるんですよ。私話食います。でもちゃんとあれなんですね、あの、まあ、体のことももちろん考えて、ね、考えてますようにダイエット中なのに、お菓子も全然減らしてますし、はい、食べないようにして食べますけど、食べますけど量を減らしてますね、はい。まあ、そうやって1年間コンディショニングに気を配りながら頑張ったお二人ということになりますけれども、はいはい、ラジオネーム私のリュックは14番さんです。まだ LINE ポコポコやっていますか。 LINE のゲームがお好きなんですか。違うんですよ、なんか違うんです、竹がやってて、はい、でやるわってなって、はい、そっからちょっとみんなやりだして、はい、今僕やってるんですけど、はい、全然クリアできないんですよ。もうやばい、200回ぐらいやったけどクリアできないって難しいです。